それでは定刻となり定息数に達しましたので、ただいまから企業誘致用地および新八代駅周辺整備に関する調査特別委員会を開会いたします。本日は企業誘致用地整備に関して大きな進展があったとのことから、急遽ではありましたが開催させていただきました。なお県営工業団地の用地については今後買収等に影響があることから委員の皆様も特段のご配慮をいただければと思います。また執行部におかれましても情報の出し方についてはご留意願います。それでは特定事件であります企業誘致用地及び新八代駅周辺整備に関する諸問題の調査を議題とし調査を進めてまいります。本件について一件執行部から発言の申し出があっておりますのでこれを許します。それでは企業誘致用地整備事業に係る経過報告等について説明を願います。委員長、野々口経済文化交流部長。はい。皆様こんにちは。こんにちは。経済文化交流部の野口でございます。本日は大変お忙しい中に委員会を開催いただきまして誠にありがとうございます。先週11日に熊本県庁におきまして八代市内における県営工業団地整備推進に向けた覚書の締結式が執り行われまして、その中で木村熊本県知事より県営工業団地の整備予定地及びスケジュール等の発表がございました。また昨日には第1回目の地元説明会も開催されております。本日は県から発表されました内容等につきましてご報告をさせていただきます。報告につきましては竹原経済文化交流部次長より行いますのでどうぞよろしくお願いいたします。委員長、竹原経済文化交流部次長。皆さんこんにちは。じゃあ、経済文化交流部の竹原でございます。よろしくお願いいたします。失礼ながら着座にて、説明させていただきます。どうぞ。それでは、企業誘致用地整備につきまして説明いたします。資料の企業誘致用地整備事業に係る経過報告等についてをお願いいたします。1. 経過報告をご覧ください。10月7日熊本県による報道投げ込みが行われました。内容につきましては10月11日県が本市に整備する県営工業団地の事業推進を図る目的に県と本市との間で覚書の締結についての内容でございました。10月10日県知事の記者会見が行われ知事から10月11日に八代市内に整備する県営工業団地の事業推進を図る目的に、県と八代市との間で覚書締結式を行い同時に整備地も発表すると言及されました。10月11日熊本県庁におきまして木村知事と中村市長により八代市内における県営工業団地整備推進に向けた覚書の締結式が行われました。10月14日県営工業団地の整備にかかります地元説明会が開催されまして本日の15日もですね開催される予定でございます。地元説明会につきましては後ほど説明させていただきます。なお電話メール等での資料提供および確認につきましては随時行っております。続きまして2八代市内における県営工業団地整備推進に向けた覚書につきまして説明いたします。10月11日金曜日熊本県庁の知事応接室において八代市内における県営工業団地整備推進に向けた覚書の締結式が木村知事と中村市長との出席のもと執り行われました。別紙の八代市内における県営工業団地整備推進に向けた覚書をご覧ください。この覚書の内容につきましては、主な条項につきまして説明させていただきます。第1条、覚書の目的でございますが、TSMC の熊本進出を契機に、半導体関連企業などからの本県に対する注目度が高まる中、その進出効果を県内全域に波及させるため企業進出の受け皿となる工業団地を八代市内に整備するにあたり
熊本県と本市が相互に連携しながら円滑に事業を推進していくことを目的としております。続きまして第2条確認事項といたしまして、第1条の目的を達成するために県に対して本市が協力する事項になります。括弧1、事業用地の買収における地権者の同意取得、括弧2、事業用地の買収に合わせた用地内私有財産、括弧離島等ですね、こちらの公県への無償譲渡でございます。括弧3、団地整備完了後に工業団地内の公共施設、例えば団地内の道路、水路、緑地、緩衝帯、調整地ですね、こちらなどをまた県から市に無償譲渡した後の同施設の管理ということでございます。括弧4、事業用地に隣接する公園、流峰山彦公園ですけれども、こちらの事業用地丹部島への移設、括弧5、事業用地に隣接する市道の拡幅など周辺インフラの機能向上、括弧6、その他、公乙が協議して必要と認めることとなっております。以上、本市が協力する6項目になります。この6項目に係る取り組みを円滑に進めるため、県と本市は可能な範囲で情報共有、定期的な協議を行っていくことになります。協力事項につきましては、より専門的な項目の精査が必要となりますので、関係部署はもとより全庁的に対応していくこととしております。次のページをご覧ください。この度の覚書締結式で木村知事から県営工業団地の整備地の公表と整備スケジュールの発表がありましたので、県営工業団地の整備地につきましてご説明いたします。こちらは整備箇所の広域図になります。発表されました整備箇所は国道3号から県道246号、この県道名は仙町停車場高前寺線でございます。こちらをですね、仙町駅方向に方面に向かって左折してすぐの流峰地区になります。次のページをご覧ください。こちらは整備地の一帯を拡大しました図になります。県道246号沿いから北側に向かって用地が取られております。東側は流峰山彦公園、西側は高圧電線付近までとする予定でございます。次のページをお願いいたします。続きまして整備スケジュールにつきましてご説明いたします。県営工業団地、八代市事業区ですけれども、この整備計画になります。整備箇所は八代市、岡町、谷川、高前寺町および、仙町町、吉尾丸で、整備規模といたしましては約25ヘクタールで、整備期間といたしましては今年度、もう令和6年度ですね、こちらから整備に着手し令和10年度に、分譲が開始される予定でございます。また、企業の旺盛な投資意欲を逃すことがないよう、造成前に進出希望企業との仮契約を結ぶといった手法による分譲を行い、着実に企業の立地につなげる取り組みを検討されるとのことでございます。次にレジュメにお戻りいただきまして、4、その他をお願いいたします。先ほど経過報告におきまして申し上げました地元説明会につきまして説明いたします。10月8日の火曜日、熊本県企業立地課より整備地の地権者への説明会への案内文が発送されております。別紙の案内文をご覧ください。今回、地元説明会が2回計画されております。第1回目は昨日14日の月曜日でございますが、13時30分から流峰コミュニティセンターにおきまして開催されております。第2回目は、本日ですけれども15日火曜日ですね、19時から同じくですね、流峰コミュニティセンターにおきまして開催される予定となっております。この両日に出席がかなわない方が多い場合は、10月25日、26日をめどに同様の説明会の開催が計画されることになります。
なお今回の説明会は非公開での開催となります。次にこの度県が整備箇所およびスケジュールの概略をですね公表されましたので、令和5年度に実施いたしました本市の適地調査の結果につきましては10月21日に本特別委員会の決算審査が行われますけれども、その時に報告をさせていただきたいと思っております。最後になりますが、11日の覚書締結式におきまして、木村知事から今回の那須取り組み、地元八代市をはじめ、申し訳ございません、木村知事から今回の八代市での県営工業団地の整備は、県政の重点課題である、県内地域振興の中核をなす取り組み、地元八代市をはじめ、関係者の協力を賜りながら、一日でも早く整備が完了するよう全力を尽くすとのコメントがありました。本市としましては、一日も早い県営工業団地の整備実現に向け、この度の覚書締結を機により一層県との連携を密にして取り組みを進めてまいります。以上で、企業誘致用地整備事業に係る経過報告等についての説明とさせていただきます。ご審議方よろしくお願いいたします。本件について何か質疑ご意見等はありませんか。誰なから聞いて聞いてよかすか、委員長。はい、山本議員。説明会が今説明の中では1回あったということを聞いたんですけども、まあ今夜7時からかな、出席リストというか出席したらどれくらいやったかな。終わったことだけにちょっと報告すれば。はい、今1日目だけの分でよかったですね。そう、1日目はあた予定だけ。はい、西村商工政策課長。はい、皆さんこんにちは。商工政策課の西村でございます。委員ご質問の昨日の説明会についてでございますが、14日月曜日の説明会には地権者のほか、工区長、農業委員、町内会長などの地区関係者を含めまして約50名の方が参加されております。以上でございます。出席率についてはですね、すいません失礼しました。全体的な地権者の数といいますのが、今調べているところで、不動産等規模で確認しました結果、地権者の方が78名程度ということになっております。で、昨日説明された方には、約50名と私申し上げましたが、地権者の方々が大体半分ぐらいいらっしゃいましたので、出席率としては約 50% 弱ぐらいだと認識しております。以上でございます。50% 弱ということでよろしいですか。よろしいです、はい、他にございませんか。はい、大倉議員。説明会の中で、どういった内容のものを地権者の方にお話をされているかということは説明していただけますか。話せる範囲で結構ですよ。はい、西村商工政策課長。はい、説明会の内容でございますが、まずは場所の確認というところで皆様に説明がありました。で、その後今後の動き、スケジュール等の説明がございましたけれども、申し訳ございませんが、今回個人的なそれぞれの皆さんとの折衝といいますか、いろいろ都市との契約等が出てくるというところでございますので、内容等は控えさせていただければと思います。よろしいですか。ないけど言われんと言わすのでしょ、中ですね。他にございませんか。はい、はい、野崎議員。はい、このご説明いただいた工業団地の航空写真なんですけど、これ見るとちょうどこの県道ですか、246号って書いてあるところと、高圧電線の、送電のやつがこう交わっとってとあって、ぼやっとこう約25ヘクタールっていうような赤でですね、こう表示してあったんですけれども、綺麗にこう
なっとらんじゃないですか、あの区画が残る部分が出てくるかなっていうふうにちょっと思うんですけど、どうやんなんですか、そこら辺は綺麗にこうかわすかな、どうやんかなっていうのがあってですけど、西村商工政策課長。はい、失礼いたします。はい、あの今示しておりますこの地図の方が、まあ、委員ご質問の通りちょっとぼやっというところになっておりますが、ただあの今整備エリアというところで示しておりまして、今後、まあ、当然その地権者との買収が出てきますので、その買収が確定したところでの買収線がはっきりするということになりますので、今の段階ですとやはりこういったぼやっとしたところで、このエリアの25ヘクタール約25ヘクタールが整備予定地というところで示しているところでございます。以上でございます。野崎議員。ちゅうことはこれはぼやっとしたとは25ヘクタール以上あるちゅうことです。はい、西村商工政策課長。はい、いや面積としてはですね約25ヘクタールというところで、ぼやっとしたところで、はい、はい、いうところで今県の方は設定しております。わかりました。はい、他にございませんか。はい、野崎、大倉議員。はい、すいません、用地とはもう関係なくて、工業団地に、まあ、が出来上がることによって交通量だとか、まあ、ここの中にも話し合ってましたけど公園の移設だとかっていうふうな話もあってますけど、こういったそういったこう付随する設備についてはどのような形で市はこう整備こう進めていこうというような思いでいらっしゃるんですかね。西村商工政策課長。はい、議員ご質問の今後の、まあまあ、市の対応ということでございましょうか。まずはその経営工業団地に関しますその取り組みというところで覚書の方を取り交わしていただいた、取り交わしております。でその協力項目というところでしておるんですけれども、まあ、今後当然県と市の関係部署と協議を重ねるということになりますので、今のところまず項目的に覚書でこういった項目というところを挙げておりますので、今後引き続きですね県とあとは市の関係部局と協議を進めていければと考えております。大倉議員。例えばこう専門チームは作ったりとかっていう形は取らないということですね。そこだけ確認。西村商工政策課長。あの現在あの新駅開発、新八代駅開発と工業この企業誘致用地の推進本部会議がございます。本庁でその中での、 あの整備の企業誘致の部会がございますので、その部会の中で関係部署を集めて協議を進めていきたいと考えております。以上でございます。よろしいですか。はい、よろしいですか。他に、はい、山本議員。あの部会っていうのも大事だと思いますけどもね、これは人からのものを買わないかんわけよな。極端な話すれば前の時に坂田が市長の時に頓挫したつもいろいろな問題人間関係もあったかもしれんですけども、やっぱり職員のやる気、担当部署のですね、やっぱりこれはもう24時間じゃないですけども、もうボール投げたならばすぐやっぱキャッチャーに行くようなですねやり取りをしていかなければですね、どこからか頓挫したならばなかなか難しくなってくる。で今回についてはその県の大元ですから、まあ、そこら辺のその用地交渉に当たるメンバーって今奥田が言われたように大変ですね、やっぱ専門的な分野というのを入れておかなければですねなかなか難しいんですね。法的な問題今のところも話を聞く中ではなかなか難しい面があるということもちょっともう噂聞いたんですけど、それはなぜかというと、その何筆もなって違う人がおられるとかですね、そういう話も聞きますので、まあ、そこら辺についてはやっぱりプロセスを持った職員等々をですね積み上げながら早急の短い時間の中で県と一緒になってから対応するという、さすがやっぱり市の職員、八代市の職員は大したもんだったと評価されるようにですね、用地交渉にあたり、またその地権者の説明会に臨んでほしいなという気持ちですが、私の気持ちは伝わりますかね。伝わったならば、はいでもへいでもよかですけど、ね。質問ですか。質問。
だって現場で質問したって、うん、委員長あと聞いてくださいよ。うん、まあ、分かる分かる範囲で、はい、竹原経済文化交流部次長。はい、今ですね、委員が言われてました通り、まあ、幼稚ですね、講習は肝だと思います、本当ですね、大変難しい問題です。で、先ほど部会と言いましたけれども、私たちも本当、やっぱり幼稚講習のプロフェッショナルというのが、まあ、建設部の幼稚課がやっておられます。はい、そちらの職員がもう、市のですね、幼稚講習はいろいろな分野でやっております。で、そこも当然部会にですね、入っていただいて頑張っていただいておりますので、まあ、その私たちも当然サポートしながらですね、もう全市一体となってですね、一日も早く幼稚講習が解決するようにですね、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。委員長一言。はい、山本議員。職員で、大物の職員でできないときには大物の市長さんなりいろんな執行部の方がおられますけどね、もう担当直入でお願いすることが一番大事です。周りの厳しむごじっていかねえが意見です。厳しめっていう表現は、いや、まあ、山本議員の、まあ、その期待値というかそういう部分もいろいろなことを想定して竹原次長が建設部から行かれたんでしょうから、まあ、そこは覚悟を持って取り組んでいただければと思います。他にございませんか。はい、野崎議員。今回整備地っていうのを、まあ、公表していただいたんですけれども、八千代市の方が、まあ、本来3カ所ですね、候補地っていうのを県の方にお伝えしてたっていうのがあったんですけれども、それについては今日は何も報告はされないんですが、それと合わせて県がなぜここを選んだのかっていう、そこのところまだ説明がなかったかなというふうに思うんですけど、ここに決まった経緯等が分かれば。はい、西村商工政策課長。選定理由でしたね。はい、委員ご質問の、ま、適地調査の関係というところでございますけれども、まず本日は早急に、11日のこの締結式という部分について、対しても早急に対応したいというところで今日お集まりいただいたところでございます。で、あと整備地の発表がございました。で、市の方でも行いました適地調査の内容につきましても当然精査してご報告するところでございますが、この報告つきましては先ほど次長の竹原の方から申し上げましたが、この21日の決算委員会の時、まあ、決算とも合わせましてご報告させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、期待しておきます。まだ精査中ということという感じですね。そうです、はい、はい、プロセスについてはね、はい、はい、他にございませんか。よかったですか。こちらはよかですか。はい、谷川議員。はい、先ほどは説明いただきましたけれども、この赤い部分のこう約25ヘクタールの中で、地権者がこう78人というような設定の中で、まあ、かなりこう土地のこう買収が本当にこう私は思うんですけど大変かなと、まあ、本当にこういろんな意見がありますけれども頑張っていただければと思っておりますが、そういう中でこの25ヘクタールの中で、地権者とか、まあ、いろいろこう里道とかございますけど、そういった里道とかそういったはこの25ヘクタールの中に入っているのか、それだけちょっと確認させて。離道が入っているんですか。離道ですね。そこはどう西村商工政策課長。はい、今後基本設計という部分で入っていくというところで、まあ、詳しく調査も調べていくということになりますけれども、今アザズ等を調べる中ではやっぱり離道という部分は入っております。で、今後はその辺も含めたところで関係部署と合わせて検討協議して、設計をして、整備の方を進めていきたいと考えております。以上です。はい、谷川議員。本当にこう大変、用地買収が一番だと思いますので、まあ、計画にのっとり、まあ、令和10年にこう計画向けてですね、土地の買収に頑張っていただければなと思います。以上です。はい、他にございませんか。まだ委員長ですか。はい、関連山本議員。この敷地内で幹線道路は何十メーターを何本考えるとか、
何十メーター通りだ、福音が何十メーターで。日本ぐらいと思う、何本ぐらい。崎原経済文化交流部次長。はい、今ですね、この中の道路のことをお尋ねられましたけれども、それもですね、今から県の方が、まあ、あの基本設計、実設計する中でですね、まあ、あの検討してまいられます。で、今のところはまたちょっと未定でございまして、まあ、ある程度ですね、都市計画 の、 この開発行為になりますので、開発行為の場合は、道路を何メーター以上線番とか、そこら辺の基準がございます。でその基準に基づいて県の方でですね、県と、まあ、うちの、まあ、開発協議というんですけども、この開発協議の、まあ、うちの担当である建設政策課、そちらの方と協議してですね、まあ、道の幅とかは決まっていくものかなと思っております。以上です。はい、幅はこうやって何本ぐらいかなという、あ、それぐらいのはもう通してもう入っとるわ。はい、竹原経済文化交流部次長。そちらもですね、あの県の方で、まあ、あのどういう工場、こう、あの、まあ、あの企業をですね、誘致するか、まあ、区割りとか、そこら辺も検討された上でですね、今後決めていかれるのかなということで思っておりますので、よろしくお願いします。よろしいですか。はい、他に橋本高吉議員。はい、すみません、あの先ほどちょっと山彦公園についてあの触れられた質問もあったかと思うんですけど、この事業用地内に、山彦公園の敷地が移るのか、それとも事業用地と別にあの山彦公園が、整備されるのかっていうところは分かられてますか。移設されるかどうか、竹原経済文化交流部次長。はい、公園の移設ですけれども、これまだ今、覚書でそういうこと書いてありますけれども、まだちょっと実際は今から協議で移設するかも分かりません。ただ、この中ではですね、一応あの移設をするのであれば、この区域の中でされると思います。で、端部で、この区域の中の端っこですね。で、この区域以外にすることは今、県の方は考えられておりません。はい、区域内ってことですか。はい、区域内の移動ということです。で、まあ、移動するかもまだ今後ですね、県とか、まあ、本当、地元さん のこともですね、ちょっとそういうことも打ち合わせしていかんと、まああのまあ、首都圏だけで決められませんので、まあ、地元さんも、まあ、あのとの協議の中でも、その今後のですね、あのやり方は決めていきたいということで考えております。以上です。協議ですね。はい、他にございませんか。はい、大倉議員。財政負担のことで少しお尋ねなんですけど、事業用地の買収に対しては市の持ち出しが必要なのかどうかと、あと、確認事項、覚書の中の確認事項で、まあ、この中で見たら、括弧4と括弧5が該当するのかなというふうに思うんですけど、まあ、どの項目が該当するのか、そのあたりをお聞かせいただいてよろしいですか。西村商工政策課長。はい、失礼します。はい、まず用地の買収にかかる予算等でございますが、基本県の方での買収になりますので市の方の持ち出しは今ありません。はい、でただあの4と5につきましては、まず4の山彦公園、今次長の竹原の方が申し上げましたが、まあ、移設するという部分になったと仮定したときに、まあ、ただそれは補償という部分が出ますので、当然その補償での対応になろうかと考えております。でただ5番の市道の拡幅、その隣接する市道の拡幅、まあ、周辺のインフラの整備、まあ、機能向上ということになりますと、これは市の方が整備する形になろうかと思っております。以上でございます。はい、よろしいですか。はい、他にございませんか。何ですか。はい、山本議員。今話があったんです、その指導の拡幅等々について、そのもう補助対象となる事業というのは考えておられるわけですか。西村商工政策課長。はい、あの今地図の方でエリアの方を示させていただいております。でそれにかかる指導というのは当然あのエリア外に伸びるということを考えられます。でその拡幅部分というのも当然協議して市がするという形になるのかもしれませんけれども、ただその補助等もつきましても今後どういった整備をしていくのかというところも含めたところで、
関係の建設部等々と、協議をしていきたいと思っておりますので、今のところそのどの補助を使ってこういった拡幅をしていくというようなところではまだ分からないような状況でございます。以上でございます。他にございませんか。はい、野崎。はい、今回この用地が示されたわけなんですけれども、ここが選ばれた理由っていうのが、その、まあ、3号線に、まあ、近いところっていうのも一つの要素だったんじゃないかなというふうに思うんですが、現状からいくと、この赤いこの回収していく買収していく用地から3号線までのこの道っていうのが、多分これは新しく整備せんといかんようなところですよね。そういったところについては、また新たにこの地図を見ると、やっぱ上から見とるところのなんかほぼほぼ家とかなんかこうあって、改修もまた必要になってくるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、そこら辺のところはどうやんなっとったんですか。大きな道路はボンとつけて、まあ、多分信号とかですね、整備場専門だろうなっていうふうには思うんですけれども。竹原経済文化交流部次長。はい、今ですね、この工場の、この、団地からのアクセスの話だと思いますけれども、まあ、先ほども説明しましたけれども、県道246号線、こちらが通っております。こちらに沿っておりますので、まあ、今のところ、まあ、考えとしてはこの246号線からこの北側にですね、ちょっと一本大きい道路を作ってですね、まあ、そういうアクセスを作るというような考えで、今はちょっと考えておられるのかなと、まあ、ちょっと新たにこの中に道路をですね、家があるところにこう新たに道路を作ってもということは、まだ今のところはちょっと考えていらっしゃらないのかなとはちょっと感じます。で、また今後です、そこら辺も協議してですね、まあ、要はこの工業団地ができることで、まあ、車のです、ね、流れとかそこら辺も予想しながらですね、まあ、どういう車を流していくのかも今後検討の課題だと思っております。以上です。はい、よろしいですね。はい、他にございませんか。すいません。はい、なければ以上で、企業誘致用地整備事業に係る経過報告等についてを終了いたします。執行部はご退出ください。その他、当委員会の特定事件について何かございませんか。よろしいですか。なければ以上で本日の委員会の日程は全部終了いたしました。これをもって、企業誘致用地及び新八代駅周辺整備に関する調査特別委員会を散会いたします。